はい、今回はねポケカですね。こちらスターターデッキセブンイレブンの値札がついてるんですけど、こちらねなんと半額でした。半額安くない ?271円、税込みだったんだよね。これさ、去年の今俺全然手に入らなかったのにね。で、特にあれだよね、この雷中デッキとか、あのリザードンのデッキ、これ初心者扱いやすいそうで、これなかなか手に入らなかったけど、半額だ、ついに半額だ。1年経つからね。まあと、あと購入品もあるんですよね。こっちから見よっか。これあのまたねポケカシングルカード買わされておりますと。はい、なんだ、イクリプスムーン GX100 円の20%80円。え、これ強いの。80円、高いのか安いのかよくわかんない。ウルトラビースト、こんなのいたっけ。あ、違う、イクリプスムーン GX じゃないよねこれ。何、ネクロズマ、ネクロズマ、何言って技の名前さっきから言ってんの、いかに知らないかっていうね。ネクロズマ、なんだこれ、暁の翼。これ80円、80円ってどうなんだろう、わかんない。あ、絶対あなた自分のデッキ強化しようとしてるでしょ。あ、これ、え、一緒じゃん、違うの、え、一緒じゃないの。これまあ 20% オフで80円かこれね、よいしょ。形とか姿が違う、なるほど、なんか曲がってるよこれ。え、一緒じゃん、ああ収録段が違うのか、うん、なるほど。どっちが再録か初版か分かんない。あ、もう絶対自分のデッキを強化しようとしてるでしょ。あ、種ポケモンで強いやつが強いっていうのが最近分かったからね。種ポケモンばっかり買ってるし、え、これ何、格闘、え、格闘、うん、あ、デッキ組むの、ま、あ、あなた好きだね、マーシャドウ。マーシャドウはあの怪力のやつ。あー、なるほど。あ、これだけ高く、え、これも全部80円、うん、なるほど。うんって元気よく言ってるけどさ、たまには自分で買おうんで、デッキ見てみようか。まあこれね、皆さんも知ってらっしゃるとは思うんですけど、私ら初めてなんでね、内容確認しようかなと思います。よいしょよいしょ。これ、え、どっち、どっち使いたい。お父さんリザードン使いたいと思う。ライチ、あ、ダメかんとかね。これライチのデッキゼラオラ組みたい。ゼラオラ持ってたっけ。いや、持ってない。え、また買おうとしてんの。うん、たまには自分で買ってね。うん、あれどうやって開けるのこれ。あれ、いいや、面倒だ。てっ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 と、よいしょ。で、リザードン GX ね。何枚、あ、1枚だ。2進化だからなかなか。ほら、でもあれだね、あの殴るタイプだよね。で、人影とリザード進化できるね。ガーリー、かわいいね。ガーディのウィンディのヒードラン、ヒードラン1枚か。パオナップバオッキー、おお、イラストいいね。で、あ、ホッコ、あ、クイタラン、ホッコ、バグガメス、ベロリンガ、あ、ダブルムショック、これ欲しいよね、もっとね。はい、で、炎エネルギーがこれだけかな。あ、結構あんね。はい、で、カキ、この辺はスターターデッキ一緒？ジャッジもいたっけ？いた。そっか。この辺はスターターデッキ共通なのかな？トレーナーズが。え、いた？これなかったね。うん、ほうほう。ネストウォールね。ハイパーボール。不思議な海。ポケモン入れ替え。ポケモンキャッチャー。はい。って感じですね。ん、どんなんだろう。リザードン GX 強そうだけどね。翼で撃つ。グレンの嵐、レージングアウト GX って何？相手の山札を上から10枚トラッシュする？は？そうなの？やばくね。10枚はやりすぎじゃない？10枚ってことは山札切れたら負け。まあでも1回しか使わないけどね、GX ワードだから。あ、次、そうそう。雷雷中デッキ見てみようかなと思いますね。そうなの？え、でも雷雷中の進化させないとじゃない？あ、で、そうそう、
半額だったけど、これと、なんだっけ、今僕たち持ってる、ミュウツー、ミュウツーのデッキの3種類が半額だったんだよね。半額コーナーにボコーンってカゴに入れられてた。これでも定価半までまだ売れんじゃない、売れないのも、うん、ライチュ GX1 枚か。ピカチュウかわいいね。はい、でエレブピカチュウをさ、なんだよ、ピチュウからの進化にしか出せない、1進化にすればさ、みんなピカチュウ使えないのにね。まあいいや。ライコーかっこいい、ライコーかっこよ。コリンク、おお、この辺知ってるね。ルクシオね、レントロ、あ、あ、そっか、進化するのね。エモンがかわいいね。エレキテル、お、電気タイプか。そうだ、そりゃそうだね。エレキテルとエレザード2枚か。で、ジージロン、おー、かっこいいね。竜の波動、自分の山肌の上から2枚トラッシュする。え、墓地送りってことだよね。うん、墓地を肥やす、墓地をそのなんだ利用するデッキもあんの。ダブル無色エネルギー、これだけでもほんといいよね。で、雷エネルギーと、はい、この辺、そうかな、クブイ博士のジャッジマン、レンジ、なんだ、自分の山札にあるグッズと雷エネルギー1枚ずつ相手に見せてから手札に変える、そして山札を切る、強っ。あの、ポケモンってさ、サーチ系が多いよね。あの、デッキサーチ系、山札サーチするカードが多いので、それその辺がね。でもやっぱさ、60枚もあるとさ、え、一デッキ60枚だよね、うん、そんなサーチ系がないとなかなかきついところがあるのかな。でもその代わり今札切れないんだけど、不思議な雨これだったっけ。いや、自分の手札にある2進化ポケモンを1枚そのポケモンへと進化する。え、だっけ、ピカチュウ出して、でこれ使ったらライチュウもすぐに進化できる。いや、2進化だから、例えばリザードン、こういうことじゃないの。人影を出しといて、不思議な雨使います、で2進化だからリザード飛ばしていきなりリザードになるんじゃない。あ、そうなの。あ、それさ、こっちに欲しいよね。2進化いた、いたっけ、いたね。あ、不思議な雨、はあ、そういうことだね。この編集だね。あ、なるほど、不思議な雨ちょうだいなるほどそうだね。まあちょっとあれだね、思ったよりリザードンもっと殴るタイプかと思ったけど、もうそうでもないのかな。ちょっとやっぱ頭使わなくちゃいけないのかな、進化があるからね。まあポケカってね、結構とっつきやすそうだけど意外と難しいよね、うん、単純な殴り合いだとやっぱデュエマとかの方が簡単じゃないかなと、とっつきやすさで言えばね、うん、じゃないかなと思います。まあでも全然ポケカね、勉強中ですので今後も取り上げていきたいと思いますので、チャンネル登録等々よろしくお願いいたします。と、じゃあ今回は以上です。ありがとうございました。バイバイ、バイバイ。